世にも恐ろしい世界で最も奇妙な病気。皆さんこんにちは、あやです。世界にはたくさんの奇妙な病気が存在しています。原因が分からず治療方法も確立されてないものが多く、そんな病気にもし感染してしまうと恐ろしいことになってしまうのは目に見えていますよね。今回はそんな世界でも奇妙な病気とされているものをご紹介していきます。増肥病。まずはこの病気、左足が肥大化していますね。リンパ性フィラリア症といい、増肥病とも言われています。人の腕や足が巨大化し腫れ上がることにより象のようだとこの名前が付けられたといいます。この病気の原因は日本でも無数に存在している蚊によって感染する寄生虫によるものです。蚊が人間を噛むとマイクロフィラリアと呼ばれる幼虫を血管の中に産み、血の流れに乗って増殖していき、数年間血管内に住み着きます。血管に寄生虫が蓄積し、血液の流れをせき止めてしまうことにより寄生虫が細胞に流れ出て体の一部を肥大化させてしまうのです。症状が発症するのが感染から何年か経ってからになり、早期発見が難しい病気です。早漏症。この病気にかかると通常の年月で激しく年を取ってしまうというもの。まだ子供なのに体や顔つきは老人のようになる病気です。さらに見た目だけでなく体の内側も同様です。脱毛、心臓病、骨の弱体化、関節症など見た目内部すべてが老人になっていくのです。この病気にかかった子供は平均13歳で亡くなり、世界では48人程度の感染者がいると言われています。狼男症候群。この病気は狼のように体中が毛で覆われることでこのような名前がつきました。この男の子は2歳の頃、顔中に黒い毛が覆い始め、病院では狼男症候群と診断されました。遺伝子の異常によって体中に毛が生える病気、毛が生えてくる以外にはそこまでの被害はないそうです。青色皮膚疾患。体の全身が青色になってしまうこの病気にかかったのはポール・カラソンさん。彼は20年ほど前、ストレス性の皮膚炎にかかり、自分で作った薬を服用し始めたそうです。その薬の中には抗菌作用を持つ超微粒の銀コロイダルシルバーが含まれていたため、本人が気づかないうちにだんだんと皮膚の色が青色になっていったといいます。健康面では問題ないようですが、現代の医学では肌の色を元に戻すことはできないのだそうです。移植症。移植症と呼ばれるこの病気は、発症してしまうと食べ物でないものを食べたくなるといいます。土、紙、海苔、粘土など無性に食べたくなってしまうといいます。この病気にかかる原因は完璧には解明されておらず、おそらくミネラル不足からくる症状ではないかと仮説が立てられています。ヴァンパイア症候群。この病気を発症すると
極端に日の光を嫌うようになります。恐ろしいのは嫌いになるだけでなく、実際に日光にさらされてしまうと、ヴァンパイアのように皮膚が水ぶくれになり、痛みを伴うようになるのです。さすがに肺になったりはしませんし、生き血を飲むこともありません。しかし日の光を浴びると体が拒絶反応を起こすことから、ヴァンパイア症候群と呼ばれています。不思議のアリス症候群。この病気は外見に何か特徴が出るわけではなく、人の視覚認知に影響を及ぼすことで知られています。症状は人間や動物、その他の物体が一時的に小さく見えたり大きく見えたりするというもの。例えば犬がネズミ程度の大きさになったり、街にある車がおもちゃのように小さく見えるようになります。この病気はリリパット症候群とも言われ、ガリバー旅行記に出てくる名前から取られているそうです。視覚障害は目の影響ではなく、脳に何らかの障害が発生していると言われています。いかがでしたでしょうか。世界には他にも奇妙な病気がまだまだ多く存在しています。あなたの体には異常は起きていませんか。気づいていないだけで、もしかするとなんてこともあるかもしれませんね。チャンネル登録をお願いします。ご感想をコメントにいただけると嬉しいです。